目指せロボワンプロジェクト、メッカリモーさん。さて、さまざまな特訓を乗り越え、必殺技も編み出し、もうね、完璧すぎてやることは何もないと思うんですけど。そうですね。ほら、調子に乗るんじゃないよ、お前たち。あらばあらばと言ってんのもね、かつて、あの人もこう言っていた。あれ練習あるのみと。言ってたっけ、いいか、練習。どれだけ培ってきたのか、力を。それ見せてもらおうじゃないかと思って。素晴らしい練習相手を呼んであるよ。わざわざ、メキシコから。メキシコから。はい、ということでどうぞ。わあ。おやすみよ。アミゴ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 。ということで、すみませんが自己紹介をまずお願いしてよろしいでしょうか。流血仮面を操縦しておりますミステルタマオと申します。どうぞよろしく。おお。ミステルタマオ総統でございます。まあ総統と呼んで。差し上げてください。わかりました。もうね、素晴らしいですよ。接待って言うんだったら間違いない。でも、田中さんがついてる。つけてくれてる。素晴らしいでしょ。もう流血仮面もそれおしゃれですよ、今日は。ねえ、ちょっとバフバフしてるもんだって。ラグ冬だからね。成人式。おめでとうございます。ということでね、前回ロボワンの大会でエキシビションマッチやらせていただいてね、確かに君たち勝ちまして。勝ちましたよ。結果としては勝ちましたけれども、いや勝ちましたよねじゃねえんだよ。めっちゃ遊ばれとったやろ。あんなんじゃ、ちょっともう忘れてるみたいだから、ちょっと見て一回 V よ、その時の。あの時の悔しさ思い出して、ということで、あの時の試合の V、どうぞ。ファイッ。さあ、ちょっと、今の。さあ、至近距離だ。いけるか。ダウン。さあ、ワンダウンです。ワンダウンね。よっしゃ、ダウン、やった。どんな状態なんだお前は。そしてゆけエルボー、なんでエルボーなんだ。あんなこ、さあ投げ切られた。ダウン。勝者タネガシマシンさん。おー、やったー。どうしてくれたよお前は。はい、ということで思い出しましたか。イラッとしません？いやなんか、あったね。はい、この空気ですよ。なんで今回はもうコテンパンにやってしまって、本当に勝ち寄ったっていう勝利を見せてほしいんですよ。なるほど。もちろん流血仮面さんも勝ちに来ますよね、今回。もちろん。おお。なんか前回とは違う。陶器が見える。陶器。やっぱ強そうだね。覚悟はいいか。はい。よし、ということで行ってみましょう。因縁の対決、流血仮面 VS 種子マシンさん。ジャッジは、思いっきり向こうで作業中だった川上さんにエプロン姿のまま来ていただいて、すいません、よろしくお願いします。ということでね、まず最初は空丸に、はい、私が操縦していただきまして、頑張って頑張ります。種子マシンさん VS 流血仮面、無制限一本勝負でございます。はい、始め。やったれ。おお、いったいった。あ、煽ってる。ちょっとちょっとちょっと、あ、何やってんの。ちょっとこっち、もうここで、あ、違う。待って、あっぱれしてんじゃねえかよ。背中にアメリカンついてるわ。あれ、ドラマルちゃんと技名叫ぶんだ。はい、はっ、おお、決まる、決まった。またプルプルしてる。ちょっとあ、ちょっとしてるわ。ちょっとはい、ドラマルはいい勝負したね。見事でした。もう本当に頑張りました。熱い戦いで、すごかったですよ、本当に。ということで、なんちゃん、はい、君にも期待してるよ。頑張ります。頑張ってください。種子マシンさん流血仮面、無制限一本勝負。始め。あっぱれスペシャル。あっぱれスペシャルからないのかよ。もうキョトンだよ、流血仮面。あっぱれスペシャル。なんかちょいちょいだな。どうも
もどうもみたいな。あ、なんてやねんってちょっと。種子猫だまし。あどうだどうかどうかどうか。仲良しになっちゃう。お、向こうまたやってる。やってる。なんかやってますよ、南條さん。種子し。なんでやねん。種子しなんで。なんでやねんって。当たってない。うわ、つれ倒れた。葉っぱでスペシャルちょいちょい挟んでくんじゃねえ。あ、逃げた。おおおお、技っぽい。蹴っ飛ばしてますよ。そうだね。あの蹴り効くのかな。蹴ったすね蹴ったすね。なんでやねん。なんでやねん。いやいや、だからなんでやねんの威力は。技頭に入ってないよ。おお、急に。あのね、お、はめてる。あれ何、横のやつ。あれその振りだったんだ今の、うん、よし、あれを試そうと思う。お、待っててね。優しい。タネガシ。いやいやいや、どっこいしょ。どっこいしょさ。なんでやねんチャンスだ。なんでやねん。なんでやねんチャンス。これ行きたい。タネガシサンバ。サンバ入んない。近すぎるか。どっこいしょ。どっこいしょ。あっぱれ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 。勝利のあっぱれ。いやいや、それ悪役しそう。あっぱれ。いい試合をしましたね。はい。なんですが、ちょっとね、まあまあまあ、さっき僕が考えました、うんうん、キメラスペシャル1と2、まあ、言ってしまえばどっこいしょとサンバ、はい、授けたんですけれども、うん、さっきの試合を見ててやっぱりさすがにあれだけじゃちょっと厳しいなと。まだ足りないと。実は、うん、もう一つあるんですよ。幻のキメラスペシャル3。幻の木村さんが、これ強え。幻の木村、ちょっとね、正直強すぎて危険だから封印したみたいなところもあるんですよ。やばい。それを君たちに授けようと思う。使ってるんですか、ね、そこでちょっと申し訳ないんですけど、流血仮面さんに一回ちょっとその技受けていただいてもいいですか。まあ、アミーゴの言うことなら。ありがとう、アミーゴー。もうありがてえ。ということで、やってみてくれ。はい、それじゃあ行きたいと思います、うん、幻の木村スペシャル3、うん、略して幻の木村さん、うん、えい。おお、2回も出た。いやいや、今あっぱれ。これはやっぱり強え。強大丈夫か、流血仮面。いやいや、してたけど。うん、どうだった。よー、足りましたよ。あ、もう本当にこの戦いの、実感っていうものを持ってもらえてすごく嬉しい、うんうん、それもアミゴ、お前のおかげだよ。ありがとう。まあね、木村さんもこう言ってくれてるんだし、はい、まあ、せいぜい頑張ってくれや。ちょっと、これもう成田空港、時間だもん。メキシコかな、出発の時間なんで。わざわざありがとうな。またロボアンで会いましょう。ロボアンで会おう、うん、今度またテキーラでも一緒に飲もうぜ。じゃあアミーゴ。アミーゴ、気をつけてな。グラシャス、グラシャス。寂しいな。いつの間にだかもしれん。そうだね、また遊びたいな。私たちもなんか実践さながらでできたって。そうですね、なんか結構まだまだいけちゃうから。そうですね、むしろ今ならなんかどんな相手でも倒せるんじゃないかなって気がしてくるんですよね。これですよ、これです。いやすぐ調子に乗るんですよ。まあ、ね、ありがとうございます。ちょっと待ってね、流血仮面に遊んでもらったからこれ調子に乗るんですよ。お前ら、こっからが本番だ。次の対戦相手を用意してある。まだですか。それではお越しください、どうぞ。ようこそおいでくださいました。お願いいたします、第19回、20回、21回と3年連続でロボアンを制覇したガルー。はい、ガルーです。かっこいい。ママさん、よろしくお願いいたします。お願いします。この方と、そ
戦っていただきます。いやでもめっちゃ強いですよ。そうなんですよ、どれよ。しかし実際に優勝しようと思ったら勝たなきゃいけないんだよ。そうですよね。さっきの流血仮面との戦いでも分かったでしょ、君たちはやっぱり俺も思っていた以上に実力をつけてきてる。そうですよ。これいけるんじゃないですか。いけるかもね。すごい調子。すごいよ。因縁の対決でございます、ガルー対種子島慎さん、いくぜ。それでは始めていきましょう、はい。今回は本戦と同じルールで、はい、ワンでただワンダウンしたら交代ってことに、はい、してやっていきましょう、うん。種子島慎さん VS ガルー始めるはぁ、あっぱれあっぱれやっぱりね、外せないよね。これからね、まあね、まあいいよ、いいよ、そこ幻の木村さん、おぉー、誰だこの調子で、ランゾーさん答えて、始めるおぉー、ちょっと待ってめっちゃ後ろ見てたあぁーうわーすごい強くなあ、そうか、2ダウン。じゃあちょっともう一回交代、まだいける、まだいける、おいしそう、いけ、いけ、2ダウン1なんで、始め、いけ、いけ、頑張れ、頑張れ、こっち、おー、ダウン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 、よし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 、おっちょ、おめぇ、おぉ、いいよ、いいよ、当たってるよ、当たってるよ、いけ、やったれ、あっぱれ、おぉ、早い、勝者、ガルー。どうも。うわー、強い。いや、半端じゃない。強いですね。吹っ飛んでたもんね。ね、だってもう宙に浮いてましたもん、種子。やっぱり強い。強いですよ。ただ、正直言って、こんなにいい勝負ができると思ってなかった。確かに、うちらも頑張りましたね。頑張ったなぁ。いや、すごいよ、君たち。やったでもソラちゃん強かったね。いかがでした、対戦してみて。最初にワンダウン奪われた時にちょっと本気になっちゃいました。これはまずいと思いました。位置取りも良かったので、アドバイスなんかいただいてもよろしいですか。まあ、練習あるのみなんですけれども、やっぱりこういうふうに対戦相手を見つけて、はい、皆さんでぜひ練習してください。そうですね、あるのみなんで頑張ります、ありがとうございます。ママさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、もう本当にここまでいろいろと経験してきたけど、はい、本当によくやった。いやー、頑張ってきましたよね。実にね、いい、本当にロボアンの選手って感じのする素晴らしい戦いっぷりでしたよ。いいですね。これでね、俺の野望である、あまたの強豪を打ち破り、優勝してね、ロボティクスノーツを全世界に広めるっていうね、本当にね、もう、その日は来てるよ、ここまで。そうですね。もう目の前、もうあとちょっと手を伸ばす。あとちょっと。これはいいわ。これはいい。というわけでですね、もうね、目に浮かぶ第22回ロボマンがですね、2月の23、24日、日本科学未来館にて開催いたします。はい、もちろんご覧の配信でも大会の模様をお届けしますので、楽しみにしててください。では残された時間を存分に使って、まだまだ私たち練習を重ねたいと思います。頑張ろう。まず予選のね、歩くやつを通過しなきゃ。そうだ、そっからだもんね。そう、頑張りましょう。それでは、マッチへ。